きていると思いますので、ご唱和よろしくお願いいたします。せーの。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、でもそれは遠い遠い思い出。日が暮れてテーブルに座っても、ああ今は彼女写真の中で優しめて彼女は